私、高校を卒業した後ですね、単身中国の大学に行きました。もう日本飛び出してもう世界とりあえず見てみたいということで、もう中国語一言も喋れませんでしたけど、もう乗り込んで行って勉強したいと。そこで中国人と、もう同級生はもう全員中国人で、その大学にも日本人は私一人というような留学生活5年間続けました。そこでですね、やっぱり中国の学生、まあ、今ものすごい国が発展しているところですけれども、すごい勉強するんですね。もう朝から晩までずっと学校にこもって自習したり、授業も真剣に聞くと。その中で私日本人一人、まあ、今日本確かに素晴らしい国なんですけれども、これからの日本、本当にこの外国のすごい勉強してどんどん発展している国と、今の日本人の若者と戦えることできるのかと、彼らと真正面からぶつかること本当にできるのかなと。でもそれをやるのは次の世代、私の世代、それがもう頑張らなければならないのかなというようなことを、この中国での5年間の留学生活で感じてました。で、この留学生活5年間終わった後ですね、愛知県の豊田市にあるトヨタ自動車の本社の方で、まあ、6年間勤務していました。この時のトヨタ自動車での勤務生活でですね、やっぱり自動車の製造業、まあ、日本 この産業の根幹というべき産業なんですけれども、この生産拠点がですね、どんどんやっぱり日本を離れて海外にどんどん移されていく、もうその姿、私も6年間の勤務を経て間近で見てきたんですけれども、もうこのままではやっぱり日本どうなるのかなと。トヨタみたいなその大きい会社は海外に簡単に行くことはできるんですけれども、残されたその下請けの中小企業とか、そういった企業、やはりもう大きい会社が外に出てしまうと外に行く体力がない。で、やっぱりそのまま地方がだんだん沈んでっている、そういうものを私このトヨタ自動車での6年間の勤務で見てきて、で、中国で感じた日本なんとか次の世代を担うことは自分たちが頑張らないといけない、だけどそのトヨタ自動車で見た、だんだんと地方から進んでいってしまうというようなことで、もうなんとかならないのかなと。このままずっとサラリーマン生活していていいものなのかというようなこう悩んでいました。私は北海道出身なんですけれども、北海道もすごい田舎で、もう本当に地方が沈んでいくのを もうすんごい近くで見てきたんです。私なんかは故郷に結局帰ることはできないんですね。なぜかというと故郷にはもう仕事がないんですよ。若い人はもうそこで生まれて育ったところで帰ることはできない、職がないから実家には帰ることができてもそこで暮らすことはできないんですよ。もうこういう日本の現状を何とかしなければならないんじゃないかなと、そう思っていた時に、もうまさにその時、橋本同僚代表松井知事率いる大阪維新の会が、大阪で地方をどんどん良くしていこうじゃないかと、まず大阪を変えて日本全体良くしていこうじゃないかと、そういうものすごい改革、この大阪でやってることを知り、維新の会党本部で、まあ、少しでもその改革のお手伝いできるんじゃないかなということで、トヨタ自動車の職を捨ててこう大阪に来て、まあ、去年からですけれども維新の会党本部で働かせていただいてました。そしてここ住之江に入ってくる決意をしたのは、まさにその昨年の参議院議員選挙、ここで東徹参議院議員、この大阪から絶対に日本を変えると、東京一極集中ではこのままでは日本は絶対に良くならない、本当に私が中国での生活、トヨタ自動車での勤務、そこで思っていたことと全く同じことを、この住之江から住之江をホームブランドとしてこの日本中に発言していく、ここ住之江、大阪から戦っていく姿、維新の会の党本部の職員としてもう真横で見させてもらいました。もう今でもまだ覚えてますけれども、多摩での駅とかで私は東徹参議院議員 のビラ配りとかもお手伝いさせていただいたんですけれども、こう結構風当たりが強くてビラを配っていて もうその場で破られたりとか、それにもかかわらずもひたすら活動を続けていく、その東徹参議院議員のその姿、もう本当に心を打たれました。やっぱりここ住之江が大阪維新の会の改革の中心地となるべきで、ここからやはり改革を進めていかなければならない、そう思ったので、もう今回府政対策委員としてここ住之江から全力尽くすことを決めました。
来年4月に大きな戦い、もうこれが大阪維新の会のもう最大最後の戦いと言っていいかと思ってます。もうまさに天王山、そこで私永井光大府政対策委員として全力尽くします。ここに来てくれてますけれども、片山一方市会議員、佐々木理恵府政対策委員、この3人でもうここ住之江からまさに改革全力で前に進めるように戦ってまいりますので、ぜひとも皆さんご支援ご協力よろしくお願いいたします。